珍しいな、古見がお悩み事だ。いや、ただの悩み事ではないぞ。なんだと、なんでそんなことがわかるんだ。古見のあれは、あれだ。どうしましょう。悩み事を聞いてほしいけど直接聞くのは恥ずかしいからうんとか言って気づいてほしい雰囲気を出すあれってやつだ。言い方ひどくない？まあでも年頃の女子って感じで良いじゃないか。年頃。そういえば精神年齢いくつだ古見。外見からなんとなくわかるんじゃないか。外見から最もわかりにくい文字がいたわ。すみませんお二方、相談を受けていただいてもよろしいですか。浮気た。浮気たって何ですか。いや、そっちから来るとは驚いたよ。てっきり悩み事を聞いてほしいけど直接聞くのは恥ずかしいからうんとか言って気づいてほしい雰囲気を出すあれかと。本人の前でそれ言います。まあ否定はしませんが。本当だったのかよ。本題に入ろう。悩みとは何だ。いつ爆発する。爆発はしません。私の悩みはこれです。苗字です。苗字。最近、塾の講師のバイトを始めようとしていまして、それで。いや待ってそれ初耳なんだけど、講師のバイトって何？忘れているだけです覚えてください。最近記憶力悪化してるらしいじゃないか、気をつけろよ。あはい。それで、バイトをするために履歴書を書いてまして、大半は記入できた。のですが、名前だけがどうしても。逆に名前以外は書けたんだ。私の名前が古見、なのは良いとして、苗字をどうするか悩んでいるのです。苗字。ねえ、確かにこれは厄介な悩みだ。え、そんなに厄介な悩みか？古見って確か苗字あったよな。あ、ほら、あれだよあれ、テクス、だったか？テクス古見。それはダメだ、塾のような健全な場でその名は使えない。え、そんなに卑猥な名前だったのか？そうだ。テクスは、私が製造された会社の名前なのです。任天堂スイッチとかトヨタ自動車とかいうでしょ？あれです。あ、あれか。最初は環境に不慣れで社名ごと名乗ってしまいましたが、すでに古見と名乗り続けて数年、もう、テクスはいいかなって思っているんです。モンスターハンター以外でも活動する今、ダイテクスを連想するワードも困りますし。と言いつつ古見って名前はフルフルから取ってて今後もそれで行く予定なんだけどさ。それは世間から全く指摘されてないので問題ないでしょ。そんな軽いノリで良いのか。とはいえスイッチも公の場では任天堂が付けられるわけだし、たとえゼクスが本名とはちょっと違うとしても便宜上の名字として機能するだろ。履歴書にはゼクスで良いじゃないか。勤務先に問題があるのです。あ、履歴書に書く点が最大の問題だね。え、どういうこと？勤務先の塾は一時点の激し、その地域では特有の方言がありまして。方言に問題があるのか。はい、どうやら彼らの言葉でゼクスというのはを意味するそうでして。なんじゃそりゃ。なるほど、ゼクスとは発音が似てるからってことか。あれ？ってことは育児県民ではライゼクスはライという下ネタ全開ワードなの？それは良いらしいのですよ。なんで？明らかに意味が変わっているからとかなんとかで、ほらあれです、下ネタでもパチンコは下ネタではないとか、漫画は下ネタでもエロ漫画等は下ネタではないとかのあれです。びっくりするくらいわかりやすい。私には全部下ネタに聞こえるけど。お前は心が汚れてるんだよ。ともあれですね、地域の文化は尊重すべき。私に合わせろとは言えません。だからこそ塾のような公共の場でゼクスフルミと名乗るわけにはいかないのです。フルミってわけか。やめてください、私一応女性ですよ。まあ、お前の事情はわかった。ってだフルミ、苗字に問題があるって言ってもどう解決する？もう塾の方に事情を説明するしか。いえ、それ以上に手っ取り早い方法があります。今この場で私の新しい苗字をつけてください。ねえ、気軽に言うけれど大丈夫なのそれ？法的に問題ない。いつ事件は日本だから大助東田帝国の法律は適用されないよ。そこはギャグ補正でなんとかします。自分で言っちゃったよギャグ補正。とりあえずこうなった以上は俺たちで考えるしかないぞ。できれば可愛らしい苗字をお願いしますね。じゃあ佐藤で。おい、満足してなさそうな顔してるぞ。佐藤が不満だと。あ、いや、まあ、言いたいことはわかるのです。キラキラネームが時に問題視される現代、奇怪な苗字にするよりとても一般的な苗字である佐藤の案を出したのですね。そうそう、あまりひねる必要はないよ。実は絶対に言っただけなんだけど、世間へのお気遣いには感謝いたしますが、もう少しひねってみたいです。なら渋い丸で。ひねりすぎです。ひねりすぎだと。それってコンビニ通って事故に遭うタイプの苗字ではありませんか。苗字だけでそんな運命左右するわけねえだろ。気にすんなよ。漫才師というのも考えられます。僕が一もねえって。え、なんです奥？すまん忘れてくれ。思えば後々にも関わる事案だ。そう考えると渋い丸はないか。真面目に考えねば。私も任せきりはよくありません。一緒に考えます。察してはいたが我ら三人の知能を重ね合わせても難解であるぞこれは。どれだけ考えても近畿スケトウ花水漢字文字脱字天皇解説破壊という、とりあえず言いたいことを並べた漢字でしっくりくるものがない。古見に似合うものなんだ。特徴を捉える、本質もついでに捉えてみることが大事だよ。特徴と本質ですか。大丈夫、私は古見と関わりが長い。特徴や本質は十分理解している。お、なんだか心強いです。例えば体が青い。今の流れからそんな初歩的なこと言うの？もっと深いこと言ってほしかったなぁ。って顔されてんぞ。いや、そんなことは私のイメージカラーだと思いますし、大事な特徴だと思いますし、ですのでその、はい、大事なことですよね。無理しなくていいよ、本音で言っていいよ。長い中だからこその言葉を期待しておりました。すまなかった。しかし、青というのは良いポイントだと思います。赤文字さんに対して私の青色というのは個人の表現としてとても重要です。青丸という感じで行くんだな。それで行きましょう。青チン。どうして下ネタになるのですか？本題を思い出してください。ゼクスが下ネタだから考えているのです。
ですよ。わかった、真面目に考えてみる。まだまだ候補はあるのだ。お願いします。青春。私は学生ではありません。青蘭。わかりにくいですが若干下ネタです。なんで青コーラ。正式名称はトレゾーコーラ。正金 DB。 おーえー、あわわわ、まさか名字一つでここまで苦労するとは。シンプルでありながらとても難解。しっくりくるものが思いつかない。そもそも名字って何なのでしょう。処理落ち起こしてんぞ。落ち着くんだ古見。ピオペッペさんから精神系保冷剤をもらってきたよ。ありがとうございます。それにしてもこんなに苦労するとはね。難しいものです。やっぱもっとシンプルに考えようぜ。ひねくれまくった結果読みづらいとかなったらダメだろ。シンプルの極みみたいなお方が言うと説得力がすごい。しかしそれには賛成だ。こういう時のために視聴者様から適当な漢字を書いていただいていたのだ。これを見てゆるーく考えてみよう。私の気に入る文字があるかもしれません。ねえ見て古見、やっぱり下ネタは一定数いる。どうだ、どんな感じだ。良い言葉、良い漢字がたくさんあります。でも青につなげる漢字だからな。そう考えると漢字一文字で募集しよう。勝手にいじって良いのですね。で、どうだ、良いのは見つかりそうか。じっくり見てみます。見てください赤文字さん。おう、決まったか。この木という漢字、気に入りました。理由を聞いても良いか。読みやすくて語呂が良いからです。ここに来て適当な漢字来たな。深く考えすぎると処理落ちするから、シンプルに考えたまでですよ。それに、私は四つ解説をしたいと思っております。その思いは昔も今も、これからも変わりません。思いとは、すなわち気持ち、私にぴったりだと思うんです。そう言われたら、そうだと言わざるを得ないな。今外しますね。さっきのと繋げると、青木くるみで通していくのかな。もちろん世間は昔の通りなで慣れているだろうし、定着には時間がかかるであろうけれど、ひとまず、塾のバイト用の名前ってことでやっていこう。普段の動画でしたら、くるみで通りますからね。はい、記入完了です。これで履歴書はなんとかなりそうです。今回はありがとうございました。仮にバイト始めたとして、動画の方は大丈夫だよな。問題ありません。気合でなんとかします。木の文字だな。それでは、頑張ってきてね。はい、頑張ります。ではまた後ほど。良い流れで終わってよかったな。そうであるな。ここまで事故を出した古見は初めてだったかも。基本的に解説に専念しているからこそ、意外な悩みを抱えていたことに気がつかなかった。視野を広げ、こういう悩みには素早く気づけると良いね。ところで俺最近に角目が痛くてさ、ラジオ1の痛み止め一周で片付いた。良いことなんだけどなんか悔しい。